やっぱり帰りが。でもガーラおじさんとサスケさんが揃ってて、うちのことがあるとは思えねえけど。どうにも嫌な予感がするよ。勘九郎さん、本当に一人で大丈夫なのかよ。問題ない。叔父上の傀儡術は多数の敵相手に進化を発揮する。先を急ぐぞ。俺たちが果たすべき役目は四角様を守り抜くこと。命に代えてもな。傀儡使いが傀儡に舐められるわけにはいかねえじゃん。ジョリ！早い。まあそう簡単にはいかねえか。けど資格のとこには行かせねえよ。ちょっとピリピリしすぎじゃねえの。そんなに気張ってちゃ木の葉まで持たねえってばさ。後先を考えない。チャクラの配分は計算済みだ。いつもそんななのか。ふん。ナイスポンポコポチン。主角様、いいじゃねえか。気分転換だよ、気分転換。だが昔のガーラを思い出すな。え？ガーラさん、あんなだったのか？ナルトはガーラに憎しみ以外で生きる術を教えた。孤独だった生き方を変えちまったのさ。新規がガーラさんのようになるとは思えねえけどな。ま、あいつも頑固だからな。特に今は。おい、何をグズグズしている。へいへい。近づいてくる。いや、大丈夫よ。ガーラ！釣り竿使いの大筒木。そいつは風影様が封印したっす。その封印も長くは持たないって話だけど。あんたの腕は中忍試験でよく知ってる。頼んだよ。そりゃどう思う。急ぐよ。風影の兄として何とかするだろうさ。どんな手を使ってもな。クロアリじゃ、こいつは捕らえられそうにないな。砂に潜れる傀儡だけじゃないんだぜ。黒ひげ、三将軍。こいつはまだ。僕の手順。なんだよ、あれ、あそこって勘九郎さんのいるあたりじゃねえのか。ありゃ起爆札の爆発だ。叔父上なら相手を道連れにしても倒すはず。道連れって、お前。この状況では砂隠れの忍びならそうするだろう。だと？優先順位を間違えるなよ。貴様を確実に守り、木の葉まで送り届けること。違うか？おい、何のつもりだ？決まってんだろ、勘九郎さんを助けに行くんだよ。だとしても戻っている暇などない。俺たちの役目は。うるせえ。俺たちは機械じゃねえんだ。仲間を見捨てるようなクズに俺はなりたくねえってばさ。なんだと？勘九郎さんのところに行く。叔父上は役目を果たされた。そんなこともわからないようなら、奴はやはり忍び失格だ。勘九郎さん！ボルト！マリオバさん、しかない。私たちも勘九郎は見つけられてない。消し飛んじまったのかもね。しかない。あんたは周囲をもう少し調べてな。にしても
なんで戻ってきたんだい、ボルト。でも新規はどうした？あいつは任務が優先だって。あいつだって辛いんだよ。口にこそ出さないが、あいつは勘九郎のことも慕ってる。だからこそ非常に徹して役目を果たすことを優先し、ガーラだけじゃなく勘九郎にも託された役目をね。確かに俺は分かってなかったかもしれねえ。納得できねえ。あんな形で仲間と別れるのも、それを仕方ねえって諦めるのも。そうだね。そのために必死に戻ってきてくれたこと、家族としては嬉しかった。ボルト、今あんたがすべき役目は何だい？おい、ちょっと来てくれ。なんだあれ。まるで何かの盾になったみたいに。この辺りの地下には龍砂の流れが通ってる。だとしたらだいぶ先まで行かれてる可能性があるぜ。死角が、新規が危ねえ。逃がしてくれるほど甘くはないようです。それに叔父上の仇は。里まではもうすぐです、風影様。いかん、裏敷の封印。思いのほか手間を取らせてくれました。いただきますよ。Thank you.